はい、こんにちは、トシです。今回はこれを使います。色とかには全然こだわりなくて、ずっと今までエーハイムの純正ホース使ってたんですが、リリーパイプも汚れてきたし、メンテついでにホース交換しちゃおうかなって考えです。じゃあ例のごとく水槽台の下をチェック。ではメンテナンスしていきます。まずはコンセントを抜いて、入りと出のダブルタップを閉めて、どんどん解体していきます。ここはガラスなので慎重に。ガラスパイプとの接続部は無理に抜こうとせず、ガラスパイプを一度押し込むと簡単に抜けます。このガラスパイプも同じように外して、改めて思ったんですが、このホースやばいっすよね。何がやばいって、この硬さ、もうカッチカチです。この硬いホースをそのまま使い続けると、ホースの硬さに負けてガラスパイプが折れたり、ホースが抜けたり、外部フィルターの根元が折れることがあります。エーハイム223だと出側は弱そうですね。そう、ここですね。では次に、今回外したホースがどれくらい硬くなってるか実際に見てみたいと思います。こちら今回用意した新しいホース、このように簡単に押し潰すことができますね。次に外したホース、潰せるのは潰せますが、結構な力が必要です。切り口近くだと潰せてしまうので、ホースの真ん中ぐらいで同じように力を入れると全く潰せません。でも新品だとめっちゃ柔らかい。もう一度古いホース、やはりダメですねってことなので、メンテついでにホースを交換していきます。はい、いつまでもへこんでても仕方ないですね。ホースは適当な長さで切ります。測ったりしないのはいつものことなので気にしないでくださいね。給水はとりあえずエーハイムの純正を使います。パイプの長さを合わせるのは面倒なので切らずに使います。ここに新しいホースを取り付けまして、ホースの癖に負けて斜めになっておりますが、まあこれも良しとしましょう。あとはダブルタップとか CO2 ミキサーとかつけて、ホースも取り付け、抜け防止のネジはしっかりと締めて、ホースの長さをやっぱり適当にカット。その先にもダブルタップを取り付け、長さを確認。外部フィルターにもホースを取り付けたので、全部接続したらエア抜きして、コンセント挿して完了。いやー、透明っていいですよね。一部を除いては。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。